さあ、今日はですね、横浜有林堂さん伊勢崎町本店に来ました。はい、で今日の、テーマはですね、はい、何でしょう。3000円ブックチャレンジということで、はい、そうですね、あの好きな文庫を、文庫あるいは新書を3000円でもまあ計消費税前からちょっとオーバーしてもいいですよね。最近ちょっと、3300円ぐらいまではいいと思う、はい、だから3冊ぐらい行きたいですね。そうです。で、3人のですね、本を選ぶセンスを見せつけますから楽しみにしてください。はい、この後ね、あの選んだ後にあのユニットのスタジオをお借りして、はい、トークを展開したいと思いますので、お楽しみ。はい、こんばんは、下平です。こんばんは、吉野です。こんばんは、実はこれはテイク3です。早川洋平ですさあ、この番組は、YouTube、ポッドキャスト各プラットフォームよりお届けしています。番組フォロー、チャンネル登録よろしくお願いしますということでね、はい、これ実はテイク3でね、吉水のあさんがね、ちょっといろいろかぶっちゃって、ね、はい、ちょっとあの鼻がブズブズして、あの鼻を切ってやっちゃって、はい、すいません、ね、汚らしい音を出して、いやいや、暑い日々が続きましたね、うん、冷房でね、ちょっと、ね、はい、鼻を痛めて、これ普通ならオールカットで す, です。この番組はね、ゆるく楽しめてますので、はい、行きたいと思います。さあ、ということでですね、はい、先週お伝えしましたが、今回ですね、まあね、特別編ということでちょっと外に来ていて、そうなんです、まあ、外と言いつつ背景が全然違うもんね。そう、うん、横浜といえば、はい、有林堂です。有林堂さんですね、はい、もうみんなあの有林堂チャンネルって見たことある？ YouTube もあります。そう、面白いんだよね、うん、で、あのちなみに本が出ています。法務社から、創業100年超老舗書店有林堂が作る企業 YouTube の世界という、マツコの知らない世界みたいなあれだけど、でも取り上げられてたよね。そうなんです、うん、で、あの割と文房具がメインで、なかなか面白いチャンネルで、うん、でこういうキャラクターなんかもいてね。そうそう、で、ね、うん、書店員さんそのものも出てきたりとかでですね、うん、まあ、もちろんあの著名な方出てきたりもするんですけど、そう、まあ、なかなかね、普通こうやっぱ企業とか、うん、あのもちろん書店さんが番組やっても結構難しいところあると思うんですけど、もう、うん、もう10万人20万人とかね。そう、ちゃんとバズってるから偉いよね。で、僕たちもそのチャンネルを見て、あ、じゃあブックチャレンジ一度やるんであれば、もう一回やるなら、じゃあ有林堂さんにお願いしようかっていうことで今回撮らせてもらったんだよね。そうなんですよね。だから、まあ、そういう意味で、ね、さっきもちょっと始まる前に話しましたけど、まあ、僕はね、あの横浜なんでずっと馴染みはありましたけど、うん、まあ、イラさんもね、やっぱ横浜住んでたりとか、有林堂さん結構使ってたこともあったり ね、うん、懐かしい。そうそう、夏バイクで石川町の方から来て、でそこの有林堂の横に止めて、バイク乗るんですか？バイクというか、スクーター、ビッグスクーターみたいなやつ、うん、で有林堂で本買って、でそのまま元町に帰ってなんかかき氷食べるとか、うん、元町プール行くとかさ、いいですね、そういう生活だったのよ30何年前。いいじゃないですか。今も横浜住みたいんだよな。でも今日もどうでした？ほら、うん、あのね、後でまあこの本を選んだこの有林堂さんの中、うん、久々もそうですけど、うん、その前にね、ちょっと伊勢崎町歩いたり、僕らお昼もね、あの洋平くんのおすすめの町中華を食べたんだけど美味しかった、はい、うん、なんかね、横浜いいなと思った。で、今日さ、光が異常に良かったよね。そう、もうこの猛暑の中で今日はね、うん、暑いけどでもね、風が爽やかでね、そう、海風があって、あとね、はい、沖縄の国際通り歩いてるような光の感じで、ね、確かに、うわーと思ったもん、うん、これは沖縄行くなら横浜でいいじゃんっていう。確かに、いつものみなとみらいとはまた全然違った感じ。そう、やっぱね、馬車道とか伊勢崎町とかいいね、うん、最高。そうなんです、うん、ということで今日ね、久しぶりにというか、まあ、実質初めてですけど、うん、実際に書店をね、あのお借りして、その中で、まあ、夏休みということで3000円、はい、そうです、ブックチャレンジということで見てください。有林堂のレシートがあります、はい、ちなみに僕は3冊で3344円。おー、でも楽しいね。楽しいですね。楽しい本を選ぶの、久々にね、うん、まあ、今日の縛りは、まあ、文庫新書、まあ、縛りそんなないか、まあ、そんなね、でも文庫新書でともかくまあ3000円ちょいぐらい、はい、まあ消費税もあるから3300円ちょいぐらいだったらいいよっていう感じです。そうですね、僕は3600円、ちょっと超えましたね、超えましちゃうねってどう、うん、ノアさんは？私は3190円。優秀ですね、うん、どうする？じゃあ最初のところで1冊だけやる、ね、1冊だけやりましょうか、はい、はい。じゃあノアさんから。あ、私から、はい、うん、黒金博さんの漫画卑猥行っていうやつを選びました。なかなか難しい字ですね。卑猥って読むんだ。違う、それ猥褻行だね。猥褻行か、間違えた。署名のタイトルを読み間違っております、はい、これはオールカットですから。どうですか？いや、カットしなくていい。これも吉水漫画、これで、ね、思う存分戦えると炎上するから。漫画猥褻行です、うん、そもそも猥褻とは何かっていうことを、うん、あの漫画にして、一緒のテーマだもんね。そう、あのしたた、あの黒金さんがしたためた、うん、あの漫画中が漫画になっているところなんですけど、さっきちょっと読んだら、うん、なかなかディープな、うん、
無料だからちょっと言いづらいんですけど、うん、こうちょっとあの卑猥な感じのワードが、そう、わいせつ、わいせつな感じのワードがいっぱいあの載ってて、すごい面白そうでした。でもさ、昔のこういう週刊誌とかさ、結構エロかったよね。普通に出てますよね。ヌードだって普通だったし、いや本当、うん、やばいのいっぱいあったよね。それが普通だったのにね。本当清潔になっちゃったねみんな、うん、これはこの本のために書き下ろしたんじゃなくて、いろんな過去のものからうまく、いや、この本のために書き下ろしてると思います、多分、うん、連載じゃないの、連載なのかな、どういう、それ後ろの方を見るとちゃんと書いてあるわけ、あ、そういうことか、あ、でも面白そう、うん、そうなんですよ、うん、なかなか書き込みがすごくて、本当に漫画でですね、しかもそう、なんかこんなタイトルだからちょっとふざけた感じの、うん、あの漫画なのかなと思ったら、いやでもアートっぽいよ、そうアートっぽいんだけど、かなり読み応えがある、うん、でもね、黒金さんって漫画家さんの中ではさ、うん、すごくなんか許容のある人だったじゃない、うんうんうん、そういう意味ではね、なんか独特の不思議な雰囲気あるよね、うん、どっかで連載のはずだけどな、いやでも本の作りがおしゃれだな、新書のサイズ、そうです ね新書、新書もありました、新書で完全書き下ろし漫画、わいせつとは何か世界の起承誕生だって、それそんだけ書き込んで、それいくらですか、1200円、それは安いわ、1200円、いや昔の、昔、あ、でも漫画だったらそうか、そう時間かかるもんな、ですけど、その書き下ろしでね、うん、それだけ書き込んでて、これなんか見せたいけどね、うん、なかなかですよなかなかいいですね、ちょっとアートっぽい、確かに、なかなかおしゃれだなこれ、しかもなんかこれ撮るとさ、完全にただの真っ白な本ってのがよくない、本当だ、わいせつなのに純白っていう、あ、ちょっとアートっぽいじゃん、面白い、確かに面白いですね、でもこの白い感じもまたちょっと卑猥な感じがしていいですね、うん、なんか、あ、白いパンツってこと、いろんな想像も膨らんでそうそうそう、妄想ができるじゃないですか、こうやっぱ真っ白、うん、エロい人は何でもエロくできるからいいですね、っていうか、なんか何でもエロくしていきたいなそんな感じで生きて死んで、僕らなんか暑さでもちょっとおかしくなってるけど、でもなんかそれでよくない、なんか人間って生き物だから、ちょっとイラさんは歩かせすぎたのかな、ね、暑いならね、もうなんだよ、会った瞬間水くれ水くれってゾンビみたいな、そう、みなとみらいの馬車道からさ1キロちょい歩いてすいませんで中華まで行ったからね、そこで町中華で塩分チャージしたんでね、うん、でもそれもしょっぱいしょっぱいって言ったからね、ちょっと大丈夫かなと思ったんですけど、うん、はい、でもなんかここの帯にこう歴史的な、うん、なんかこうわいせつっていうことのこう歴史的な解説みたいな、ね、うん、ものもあるみたいなんで、ちょっとあの読んで勉強したいと思います、ちょっと見せてごめん、収まりがいいところ、じゃあ何、結局わいせつ、この漫画でちゃんとわいせつを考えてるのね、そうですそうです、これ本当アートっぽいですね、アートっぽいね、うん、はい、ありがとうございます。どうしようかな、漫画で来られたからどうしようかな。あ、すいません。まあでも一番やっぱ一番いいのからいきましょう。はい。行ってください。さあ、じゃあ季節してですが、私も漫画です。はい、SF 漫画傑作選ということでですね。何ページあんのそれ？これね、分厚い。620ページなんですけど。いいの？これね、草原 SF 文庫からで。うん、あの正直僕もやっぱ今回本のあのセンスで選ぶのがね大事だったのでプレッシャーあったんですけど、やっぱ SF は苦手なんで、でもちょっと早川行って SF 探そうかなと思ったんですけど、あ、やっぱり読めないわと思ってちょっとフラフラしてた時に、隣のこう草原文庫のところにですねこの本があって、あ、漫画ならいけると思って見たらです、これラインナップすごいですよ、手塚治虫、松本零士、筒井康隆、萩尾元、石森章太郎、てん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 ってみたいな、まあその他もすごいメンバーで、70年代を中心とした傑作14編ということで、なんかさ、その頃の漫画って本当アートっぽいしレベル高いんだよね、高い、なんでだろうね、あのこれまあマジで言うけど、はい、漫画の教養のレベルってだんだんと落ちてきてない？その頃を頑張って書いていた70年代80年代のピークの頃に比べると、うん、漫画家さんたちちょっともうちょっと頑張って勉強した方がいいんじゃないって気がするよ、なんか深み厚み、うん、心情にこうなんて言うんでしょう、こう訴えるようなものが、うん、多くないですか、多かったね、うんうん、そうね、今はね、あとはなんかちょっとなんだろうな、なんだろう、その頃日本人のよし、もっといっぱい勉強してもっと頑張ろうみたいな雰囲気があるじゃない、世界の中でもいいポジションに行くんだみたいなさ、そういう上昇志向感とか背伸び感が逆にいい作用してんだよね、そうそう、だからなんかいい意味で、うんうん、結構詰まってるというか、そうだね、詰まってるとかいい意味で重いとかって感じしますよね、うん、今は、うん、絵は上手かもしれないし、あの読みやすいかもしれない、やっぱりなんか軽いっていうと怒られるかもしれない、うん、内に向かってる感じしません、なんかライトな感じがする、ね、うん、そうだね、うん、やっぱその頃はなんだろう、その SF を使いながらアートの世界にどんどん接近していこうみたいな雰囲気あったもんね、あとどうなんでしょう、なんかこれはちょっと、うん、
あくまでも感覚的ですけど70年代中心ということで、うん、直接関係あるのかなんですけど、やっぱりなんか戦争を、うん、直接戦争の話ばっかなわけじゃないですけど、なんか体験した人たち、うん、なんかうまく言えないです、うん、ないですか、なんかそういう、うん、あるある、どこか戦争の匂いするよね、土臭いというか、うん、今最近だと今の漫画がさ、うん、どこかその東日本大震災の匂いするっていうのと同じで、うん、その頃はまだ戦争の匂い結構するよね。そうなんですよ、だからそれこそ SF のことではあるんだけど戦争もそうだし、うん、なんかちょっとそう地面の匂いがするみたいな、うん、そう、そんなこともあって草原文庫でそんなの出てたんだね。いいですね、僕も、うん、全然見たことなかったわ。でこれでいきなり1400円使ってるんですけど、でもこれだけ詰まっててね、うん、なのでちょっとこれからSF 苦手なんですけど、これはさすがに読んでみたいな。でも漫画の SF だったら結構、ね、しかも日本の僕が知ってるような ね、 あのね、アトムもいたりとか。そうそうそう、手塚治虫何の作品、あ、手塚治虫がアトムか、アトムでしょ、何を言ってる、また叩かれますけど、また叩かれちゃう、またっていうか、うん、またじゃないけど、メーテルとかもいますよね、うん、でまあ600何十ページだからさ、しょうがないよね、その値段は。いや、安いですよって思っちゃいますよね、うん、安い1400円、まあいいんじゃないって感じ。あ、ちょっと面白そう、はいはい、ちょっと着せずしてね、まあ、ノアさん続いてしまいました。漫画と来ちゃいました、うん、じゃあ僕はですね、わいせつつながりです。そっちですか、わいせつつながり、はい、池波翔太郎っていうのもみんな知ってるよね、はい、池波さんといえば当然、はい、どうぞ。池波翔太郎さん、え、池波翔太郎さんといえば、うん、あのあれですよね、水戸黄門、必殺仕事に。いやいや、ごめん、お願いだから叩かないで。ごめん、水戸黄門ね、必殺仕事に、必殺仕事に、あ、前ありましたよね、うん、池波さん、必殺仕事に、必殺仕掛け人と、あと2つ、え、やったな、1個は出そう、やったな、え、知ってるから、知ってる、やったよ、や、俺も忘れたけど、じゃあね、ヒントヒント、一番頭、あ、鬼平犯科長、はい、ピンポン、あ、そう、必殺仕事人じゃない、鬼平犯科長、違う、私は水戸黄門じゃなくて鬼平犯科長、大丈夫、俺らドヤ顔してるけど、本当に、いやいや、皆さん、違う、俺らドヤ顔してる人もダメ、あの、ね、どっちもまた怒られるよ、じゃあ、ね、だって、石田先生について、全部の音が違うからハマらない。じゃあ私が小さい時に見てたテレビで一緒にやってたんですよ、うん、水戸黄門と鬼平犯科長は同じ時間帯で、だから間違えちゃった。本当に叩かないでね。いつからね。本人一生懸命。ちなみにもう一本これが出たらなかなか、最初の文字はけ。け。これでも分かんないから僕は言います。もう一文字ください。え。ん。けん。喧嘩上等。けん。けん。本当にみんなごめんね。水戸黄門の次は喧嘩上等っていうわけの分かんないこと言ってるんですね。喧嘩商売。おお、え、近いじゃないですか。喧嘩商売は、はい、あのでも喧嘩商売は藤田誠でずっとドラマになったし、うん、そう、仕事人もそうです、ね。そう、仕事人も鬼平犯科帳も当然、はい、あの大ヒットでずっと映像化じゃない。はい、で時代小説だってみんな思ってるかもしれないけど、うん、実はね、池波さんはね、ごく少数現代ものも書いてるの。あ、そうなんだ。でこれタイトルは娼婦の目って言うんだけど、下町の娼婦の話です全部。おお、楽しそう。楽しそうでしょ、はい、で池波さんの現代物っていうのでちょっとなんか読んでみたいじゃない。それ小説ですか、ノンフィクションじゃなくて。小説です、短編集ですね。面白い、うん、例えばこんな風に書いてあるよ。娼婦マリコの旅、うん、今夜の口紅、ちぶさとひげ、なんだろう。面白そうじゃん、なんか。そう、あ、それ面白そうですね、うん、ちょっとなんか。いや僕もね、実は池波さんの現代ものほとんど読んだことなくて、新鮮ですね、ちょっと。でその娼婦が主人公で、あのしかも珍しい現代小説なんだけど、割と薬っていう笑いも入っているという、うん、なので、そうなんだ、池波さんのそっちものか。まあ、少年を書いた僕としてはちょっとぜひ読んでみたいね。で鬼平犯科帳は池袋のシリーズを書く上ではすごく参考にもしてるんで、ということで、池波さんの娼婦の目、講談社文庫で、値段が840円。あ、安い、うん、安い。でも昔600円だか500円だよな。そうですね、文庫本の値段本当に上がったけど、でも頑張ってみんな買いましょうね。文庫本月2冊お願いします。はい、なんかどう、僕だけかもしれないですけど、ほらなんか紹介するの時間持つかなと思ったけど、やっぱ本の話楽しいから意外といけるんですね、うんうん、そうそう、それにほらあのチームワーク良くなったから、はい、一人でずっと喋るじゃなくて、ちゃんとお互いに突っ込み合えるようになったじゃん、うんうん、本をこうやってもらったり、はい、
これが大事なんだよね。ツッコミどころもちゃんとたくさん作ってくれるしね。そうです、ね、そうだよ。喧嘩上等と水戸黄門でさ、実は計算し尽くされてるの方、台本あるからね。ここ水戸黄門って書いてある。本当にちょっと悔しいな。でも喧嘩上等はなかなか出せない。言いたくても言えないですか。プライドあったら言えないですよね。そうだね。勝新の映画かなとか思うもんね。喧嘩商売でしたっけ。喧嘩商売、うん、と鬼平犯科帳と、うん、あと何でしたっけ、もう一個、バイアン、バイアン必殺仕掛け人、仕掛け人の方、仕掛け人、うん、もう全部オトラジで過去出てきてるじゃないですか、タイトルとして、うん、だからちょっとこのオトラジをやってきた身としてはちょっと悔しさが残る、うん、そっか。でもまあ、はい、池波さんのさ長編、あ、連作シリーズ3本出せって言われたらなかなかレベル高いよ。出版社の新入社員の問題でも半分答えらんないと思うよ。じゃあ僕らそういう試験、なんか大人試験とかだったら結構いいかもって、うん、当然か、それは。でもギャグ戦で通してもらわないと困っちゃう。はい、はい、さあ、ということで、お便りご質問お願いします。はい、お便りからいきます。ナマケモノさん、31歳男性からいただいています、はい、いつも楽しく聞いています、3月に配信された SF が持つ世界改変能力とはを見まして、 SF 小説に興味を持ちました。自分は SF 小説を読んだことがなく手に取ることもありませんでした、うん、ただ今回の配信をきっかけに少しずつ読んでいこうと思います、またシャープ177で取り上げられていた個人書店の減少に関して自分にもできることはないかと考えるようになりました、うん、今までは古本屋で本を買うだけでしたが、これからは近場にある町の本屋さんで本を買って少しでも本の世界に貢献できればと思っています。素晴らしい。これからもお三方のやり取りを楽しみにしています。本を読むきっかけをくれてありがとうございます。でもさ、30歳ってちょうどいい年だよね、うん、これから、ね、なんていうの、まあ、町の本屋さんでポツポツ自分の好きな本を買っていく、うん、自分の、ね、本棚を作っていくっていうのではさ、それこそね、月3000円で3冊ずつで年間36冊でもなんか自分の好きなものを選ぶといいですよね、うん、でも洋平君と一緒だね。 SF が読めないっていう。そうですね、ちょっと嬉しいですね。、うん、でもなんでそんなに読めないんだよね、不思議だな。なんか僕も子供の頃から SF しか読んでなかったから、まあ、SF が読めないっていう人が信じられないんだよね。っていうか、まあ多分僕は本が読めないんじゃないですか、まあ、本当に。だって今さ、並行して7冊とか8冊読んでるじゃん。読んでますけど、うん、SF と時代小説はダメですね、まあ、いつもと、はい、まあいいです。ノアさん、なんかここは読めないっていうのある？私、時代小説とは得意じゃないんだ。得意じゃないのと、うん、あとその結構その人物もの、表伝とか、表伝とか、そうなんだ、そう、あと歴史、うん、が苦手ですね、うん、はい、難しい単語とかいっぱい出てきて。なるほど、はい、漢字が難しくなるとちょっとなんか嫌になっちゃうね。そうですね、読めなくなっちゃう。わいせつ項とかもね。そうそう、わいせつ項とかもそう、ひわいって読んじゃうみたいな。逆に難しいけどね、ひわいでもわいせつでもどっちでもいいんだよね。どっちにしても読みが一緒だからね。わい一緒だし、はい。はい、じゃあ二十歳の女の子からいただいています、アメリカでホームステイをしながら大学に通っています、うん、英語を母国語としている人とたくさん交わり、たくさん話せたらいいなと思っていました。しかしホストファミリーがフィリピン系の方で、家で時々全然違う言語が話されることがあり、その時は何を言ってるか分からず、私だけポツンと取り残されたように感じます。カフェでコーヒーを注文する時や、人に自己紹介をする時、自分の名前を言ったり書いたりするのですが、名前だけで国や民族が分かったり分かられたりします、うん、このアメリカの地域にはたくさんいい部分もありますが、良くも悪くもたまに民族や国、言葉の壁を感じます、うん、日本に住んでいた時の堅苦しさを感じなくなり、生きやすくなった部分もありましたが、うん、容姿や雰囲気、言語、イントネーション、名前などからいろいろなことを判断されてしまいます。そして私自身もそのような観点で相手を判断してしまっているということもあると感じ、少し複雑な気分になります、うん、アメリカはいろいろな民族の人が暮らす国です。でも、もう少しネイティブの英語者と話すことで自然な英語表現に触れたり、自分と格闘したりしたかったという思いがあったため、それがあまりできず少し残念に思います。留学とホームステイはあと数週間続きますか、何か助言いただけないでしょうか。でもなんかそのままでいいんじゃないかな、それ自体がいい経験ですね、うん、ね、なんかそんな気がする。人間ってさ、他人に対して割く時間がちょっとしかないんだよね、アテンションとか、うん、なので単純に何の言葉を喋るかとか、どこの国から来ている人か、どの文化圏の人かっていうところをチラッと見て、それで処理したいっていうだけなのね、うん、ただそういうアメリカの人たちもちゃんと話をして通じ合うと、逆にね、うん、そこの民族の壁みたいなものは綺麗に飛び越えてきたりすることができるので、うん、今のまま であとは話の通じる人とは深く付き合うっていう感じだけでいいと思うけどな、うんうんうん、なんか早川さん多分よく海外行かれてるから分かると思うんですけど、うん、はい、一人、初めて一人でその海外旅行に行った時にすごく感じたのが、うん、自己主張しないと誰も聞く耳を持ってもらえないっていうことにすごく
くあのなんて言うんでしょう、文化の違いを感じて、例えばそのバス一つ乗るにしても、うん、手挙げて、うん、止まってってやらないと止まってくれないじゃないですか、うん、だからいかに私が無言で誰かに何か分かってもらえおうってしてたのかっていうことを海外ってすごい反省したっていうことがあって、うん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 、だからなんかそういう文化の違いの中で自分を見つめ直すみたいなこともあっていいのかなってなんか思いました。日本人って本当に相手の感情に寄り添うというか読んでくれるからね、うん、空気読むように今どうしているんだろうみたいなさ、うんうんね、だからなんかこのさっき早川さんが言ってたみたいにこのなんか感情も一つの経験としてなんかいいね、体験なのかなと思いますけどね、うん、あとね、まあ、この方が言ってるようにこうネイティブの英語話者と話したいって多分あると思うんですけど、うん、アメリカ自体がもはやね、まあ、元々ミクスチャーな上に今もうスペイン語圏の人のもう多くなるというかって言われてるから、うん、もはやネイティブってなんだろうみたいなところもある、うんうん、そういう意味では、まあ、多分ねもっとネイティブに言ってすごい分かるんですけど、でもリアルな今のアメリカには間違いなく触れてるから、そうだね、うん、そういう意味ではすごく得難いのかなと思って、うん、でもさ、フィリピン系の人だと何を喋ってるの、まあ、いわゆるあのピジンイングリッシュみたいなことになるの、でもスペイン語も結構多いんだよね。いやでも、うん、でもスペイン語話す人は全体としては少ないですよね。圧倒的にまあもちろんフィリピンの現地語もそうですけど、うん、英語をそれなりの仕事してる人はみんな喋りますよね。フィリピンもなかなか複雑だからね。そうですね、ずっとスペイン統治で、そうそうそう、でアメリカになって、で第二次大戦中にもう大変なことになるのよ。だってフェリペからフィリピン来てるからね、王様の名前かな確か。そうそうそう、スペイン語から来てるから、ね、そう、はい、はい、ありがとうございます。さあということで、大人放課後ラジオこのブックチャレンジ、はい、本の話たっぷり、この後本編でもしていきたいと思います。続きは4通りご視聴方法があります。YouTube メンバーシップ、Apple Podcast、ニコニコ動画、そして audiobook.jp いずれかの方でご視聴ください。詳しくは概要欄をご覧ください。それでは後ほど。はい。